てた、ね、旗、1匹目赤旗、まあね、そこそこ量刑だと思うんですけれども釣れました。まあ、使用ルアーはですねメタルジャッカー SJ の、赤エビですね。まあ、使い方はまあ、ここにラトルが入ってるんでですねちょっとでも動かすとこれがカチカチカチっとこう誘ってくれるんで音で誘ってくれるんでこれで就業しながら釣っていくっていうイメージですね。で、まあ、僕今ここ磯の上にいるんですけど、まあ、ちょっと今使ってるのが 40g なんですけど、まあね、潮髪に沿って、まあ、キャストしてでちょうど僕が釣ってる足元から釣ってるところからこうおそらくこうスリットがですね沖まで伸びてるような形状になってると思うんですけどそのスリットの中に入れ込むようなイメージで、ボトムをこのメタルジャッカーで跳ねさせながら、丁寧に探ってると、来ました。強いなこいつ。あっやられた。クエだ今の多分。おっしゃ。うわこれでかい。でかい。すごい引くな。よっしゃ見えた。違うか。ハトポッポか。すげえよく引いたけど。ハトポッポか。はあ、寛大みたいになってる。今使ってるのがですねこのメタルジャッカー SJ という商品です。ルミカのルアーブランドのエクストラダという、まあ、ブランドからリリースされているもので、まあ、こうエッジの効いたですね平べったい構造になってます。で最大の特徴はですねこう今見えると思うんですけどラトルがこう内蔵で入ってるところですね。でこれ今僕はもうラトルを入れて使ってるんですけどここにケミホタルなんかも25っていうサイズなんですけど、入れることができるので、まあ朝マズメとか夕マズメとかのちょっと照度がねそんなにこう明るくない時とかあとは深い場所を狙う時はそういったこうちょっと光るものを入れてもすごい視覚的アピールになるので、効果的ですね。よっしゃよしいい引き。よし、さっきよりサイズアップしたんじゃないかな、赤旗。下は40ぐらいあります。ね、いい引きでした。